サムカルがメインカルチャーになる日を夢に、今日も知識で武装するうんちく無害なナレッジアーマードでございます。ですね、今日はですね、ニュータイプのテーマとともに登場ということで、これ今回、これからずっとやっていこうかなと思ってます。我々ニュータイプはですね、やっぱりね、この音がないと、やっぱ、ね、テンション上がらないということでですね、で今日は八つさんと、ご存知、ストリートファイター2についてお話ししたいなっていう、もうテンションマックスでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冒頭からめちゃくちゃ笑ってしまいますが。覚醒したね。いやいやいや、もうね、我々はニュータイプなんでね、これぐらいやらないといけないですよね。なんかね、後ろの方から敵みたいな感じのさ。なんかが見えた気がしたよ。そうでしょ？え、これは ?4?4が来たのかみたいなのになってますけど。まあ、それはガンダムの回でやりたいですけども。ということで、ストリートファイター2ですよ、やつさん。はい。これはね、冒頭から言っちゃいます。私はね、ゲーセン勢だったんで。そうなんですね。うん、もうね、何十万円つぎ込む。本当に、いや、本当にストッツだけで。いや、本当にね、具の骨頂ですね。なりたかったんや。いやだけどさ、ワンプレイ100で高すぎだから。あ、でもね、田舎のゲーセン、駄菓子屋兼ゲーセンみたいなところだと50円だったりしたからね。これそういうところを、探して行ってたもんですよ。私この口実しますに、このハイスコアガールっていう漫画があって、それでスト2がすげえ盛り上がってたんだけど、そのハイスコアガールでも、はいはい、ワンプレイ50円のところのゲーセンが川崎にあるっつって、溝の口からチャリンコで行ったっていう、そういうエピソード。当時の子供たちは大体そういうもんですよ。越境していくね。だって、そう、ワンプレイ半額のために越境していくんだよね。そんなの当たり前ですよ。だって、自分たちの集う駄菓子屋に見慣れぬ、明らかに見慣れぬよその、小中学校の子たちいたもん。だから、それは結局、もう、お前何中だよの原点ですよね。そうそうそう、そういう、そういうことになってくるわけ。そう、中学生の。ね、毎日のごとく言ってるとね、おのずと仲良くなってくる。まあ、一つの話に入っていきましょう。あ、そうですね。はいはい、いや、ほんと、ヤンキー文化とちょっと密接に関わりありますからね。というわけで、ストリートファイターの1っていうのがそもそもあって、はい、まあ、それが1987年なんですね。そうですね。うん。で、それの続編をやるってことで、まあ、4年後の1991年に、まあ、発売。2月に、発売って言うんですか？これでリリースって言うんですかね。まあ、リリースっていう言い方かな。うん。になったっていうことで、うん、もう、1と格段の進化があったっていう感じなんですか？正直ね、2やるまでは、2って言ってたけど、1の存在を知らなくて、その頃ゲーセン行ってなかったから知らなくて、うん。まあ、2っていうからには1があったんだろうなぐらいで止まってましたね。これさ、あれなんだよね、この PC エンジンかなんかでファイティングストリートっていうのがあったんだよね。多分それが、名前が変わって、その、コンシューマーキーに多分なったんだろうかなって勝手に思ってるんだけど。まあ、で、サガットとか出てくるんで、やっぱり。ああ、最初のやつは出てきてたね。そうそうそう、出てきてて。で、結構ね、動きがね、カクカクしてたんだよね、本当にね。ああ、そうそう。後々やってみたこともあったけど、なんか全然、動かしづらい。そうそう、操作感も全然違うし。昇竜拳なんて出やしねえって感じ。うん、そうそうそう。で、やっぱこれが何がすごかったってかっていうと、それさ、あれだよね、この絵の滑らかな動きだよね、やっぱね。ああ、そうですね。これ実はその前年になるのかな、89年に、うん、ファイナルファイトというゲームがありました。ああ、もうね、大好きだったね。うん、ファイナルファイトっていうのは実はもうこの外伝扱いで、ストリートファイター89っていうタイトルが現代だから、ああ、そうだね。これの続編っていうニュアンスではなんとなく知ってたんですよ。でも、ただこのストリートファイター2っていう名前で出すっていうのは大反対にあって、89っていう名前出すのダメだっていうんで、ちょっとファイナルファイトになったっていう経緯がある。そう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 。うん、だって横スクロールアクションのやつだから、もう全然違うよね、ゲームとしてね。まあ、全然違うよね、うん。うん。そうそうそう。そのなんかグラフィックは似てるんだろうけどね。うんうん、ただそこにストリートファイター2だからって言って、そこにハガーとか出てこなかったのが偉いなと思って、全然違うけど。なんだね。まあ、マッスルボマーとか後には出てきてたけどね、なんかね。まあまあね、マッスルボマーは払ってそうだからね。ビクターを打てがですね。まあ、いや、そっち、ちょっとなんか、ややもすると、寄り道しかねない話題なので、ちょっとね、ストリートファイター2の話で。そうですね。うん。
に特化していきましょう。うん、だまああれですよね、圧倒的なその表現の進化っていうの、このキャラクターがさ、この動いてなくても息しててリズムに乗っててさ、なんかいかにもこうなんかもう待ち構えてるぜって感じがするのがすごい臨場感あったんだよね、リアルで。そうですね、このあの後の90年代やはりゲーセンに格ゲーブームっていうのがあったんですけれど、うん、それのもうこうなんていうんですかね、ナンバリングタイトルといいますか、もう本当に全ての格ゲーはこのスト2よりいずるぐらい、形を踏襲してるんですよね。いや、そう、体力源が上にあって黄色くて、ダメージを負うと、減ってく分、減ったところが赤くなるとかさ、もう、うんうん、で、真ん中に残りカウントがあるとか、もう全部、ストリートファイター2のアリューでしかないんですよね。そうなんだね。それぐらい、この、なんていうの、大きいタイトルだったという、ね。その、敵の攻撃を受けるときに反対のキーを押すことによってガードするっていうのも全部一緒だもんね。そうだね。うん。上段下段っていう概念自体は実はアーバンチャンピオンとかからあるはあるんですよね。これ、ディープの冒険とかも上段下段とかあったりする。あれなんだっけ、 ER カンフーも上段下段あったよね。あるけど、あれはガードっていうのがなかったでしょ。あれガードねえんだ。そう、ガードという概念で言うんであれば、上段下段のガードを使い分けるっていうのは実はアーバンチャンピオンの方が、じゃあもう、まあ、その先祖とは言わんけどさ、じゃあもっと前だもんね、まあ、そんなんで一番じゃ、なんなら格闘ゲームの草分けっていうか一番最初のやつがそれやってるんだから、もうオリジナルってなんて言えないよね。そうそうそう、まあでも要はそれらをね、こう点在してたものを密集させて一つの形にして、全国のね子供たちを熱狂させたという点で、現在に至るまでこの、なんていうんですかね、その系譜っていうのは続いてる、ね、ということを考えるとね。これ、1991年にそのゲーメストが主催の全国大会っていうのをやったんだけど、これがいわゆる e スポーツの原点だよね。そうだね。すげえね。もう原点、源流でしょ。そうだね。ゲーム、例えばその、あれがあったじゃん、そのスターフォースとかスターソルジャーとかの全国キャラバンとかあったでしょ、そのハドソンみたいな。はいはいはい。あれじゃなくて、この格闘ゲームでやるっていうのが、これもう、一番最初やったのが91年のそのゲーメストがやったっていうので、もう多大なる功績というか、もう世界変えたなって感じだね、これね。そうだね。まあ一つのジャンルを生み出したという言い方の方が正しいかもしれないですよね。いや、本当すごい。だって e スポーツオリンピックにしようかなんて言ってる人もいるぐらいだからね。オリンピックはちょっと違うかなって気がするけど、まあ、だってまあ、まあ言わんとしてることはわかりますよ。ね、要はそれぐらいの、規模の、なんていうんですかね、イベントになってるわけだから。そうだね。だってもう、懸賞金っていうのは何て言うの、賞金がすごい額でしょ、億とかでしょ。そうそう。だから全然もう、ね、ゲームのプロって単純に言うけど、いや、そんなぬるいもんじゃないぞっていうぐらいさ。本当。もう本当にこれで生きていけるぐらいのものになって。だって。生きてくれどころか、そうそう、家にプールが買えるっていうのね、時代、巨大なジャンルとなってますからね。まあ、それの、だから、本当の原点、泉ですよね。最初の泉と言いますか。そう言えるんじゃないかな。いや、本当そう思います。で、まあ、一つの、じゃあ、まあ、まあ、登場人物と言いますか。うん。各キャラクターの方にちょっと話を、言っていきましょうか。まあ、なんと言っても、まあ、主人公と言われ、まあ、主人公格というか、まあ、竜と剣だよね、どうしたって。そうですね。ストリートファイターの時にはもう単純に 2P カラーが剣っていうだけだったけど、うん、これね、昔一番最初のストリートファイター2、それ以降のダッシュとかターボになると徐々に竜と剣の性能ってのは差が出てくるんですけれど、うん、一番最初のスト2ってじゃあ全く、竜と剣に関して、その差がなかったのかっていうのを実はゲーメストが検証してるんですよ。おー。でずーっとね、大キックのこの後ろ回し蹴りっていうのをやってると、徐々に、なんか剣の方が速くなってくるとかって、本当の、なんかもう誤差のレベルなんで、だから誤差なんじゃねえかと思ってんだけど。都市伝説だよ、これ。うん、いや、でもね、本当にだからその、なんだろう、誤差のないようにやってんのかどうかすらも怪しいから、でもなんか徐々に確かにずれてくるみたいなのはあるっていうふうに、まあ少なくとも、ゲーメスト、当時の格ゲー、ね、プレイヤーたちのバイブルとであったゲーメストはそういうふうに公式で言ってますからね。まあ、で、ただこれ、その、竜と剣は巴投げと時刻車は差はあったんだよね、投げ技のね。ああ、そうですね。そう、投げ技に関しては完全に違う。うん。ただその、巴投げと時刻車によって、その、距離が稼げるとか、
その距離が詰められるとか、そういった戦略によって選べることができるっていうので。この地獄車っていうさ、その柔道参加っていう70年代の、梶原一騎原作の漫画から持ってくるところがなんかね、すごいなって思うんですよ。そうだね。確かに。これちなみにバルログのイズナドロップっていうのも、あれもカムイ伝のカムイのイズナ落としから持ってきてる。地味におっさんなんですよね。ああ、地味におっさんだね、趣味がね。そう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 。まあまあ、でもそうね、今おっしゃったように、竜と剣の違いはやっぱ、後ろに投げる時の巴投げか、地獄車かっていう、そこは確かにこう一番大きいところですね。そうだったね。やっぱそこで、そこの差でみんな選んでた節はあるんじゃないかと思うけどね。まあ、あとは単純にね、まあ、そのビジュアル的な部分で、何せ、うん、ほら、まだ一番最初のストリートファイター2は、同キャラ対戦ができないから、片方が竜を使ってたら剣を使わざるを得ないとか、そういうレベルだったんじゃないかなっていう気はする。あと、あれだよね、その、ワンツーとピーツーで、この、何、操作方が逆になるから、そこでのハンデってのもあったよね。確かに。俺は 2P の方が、昇竜拳出しやすかったとかね。そうそうそう。あるあるあるんだよ、やっぱみんなね。あったやつ。その辺もなんかコインで選んだりとかできたら、してた人ともいるんだろうなっていうところなんですね。そうだね。で、まあ、次が、どうですかね、順番的に行くと、まあ、じゃあ例えば日本のキャラクターでいうところの、エドモンド・ホンダですね。まあ、これホンダっていうのはさ、もともとその、アメリカ人とかが、世界展開狙って、その、ホンダっていう名前だったらみんな知ってるだろうということで、ホンダって名前になったっていう経緯があるんだね、これね。あー。そう、ホンダ以前のね、どこから来て。このさ、好きなものが風呂、ちゃんこ鍋、ティラミスっていうところが、この、ティラミスが、スイーツとして流行ってた時代なんですよ、これ、ほんとに。そう。だから本当こうなんかちょっと時事ネタじゃないけど、なんかそれでちょっと可愛いキャラクターを狙ってるっていうところも、なんか、ね、まあ、そう、なんか、ちょっと小賢しくていいですよね。そうだね。まあ、なかなか、面白いキャラクター。まあ、その、なんていうのかね、そうな、いわゆる海外進出を狙ってるっていう、その、相撲取りに熊取りを施すっていうさ。そうそう。でも、がっちりハマったよね。その、なんていうかみんな、ね、やっぱりこうではなくちゃっていうところで、ね。だから、そう。本当は、オリンピックの開会式はこういう趣味で行けばよかったんだよ。ホンダはどうかと思いますけどね。でも、まあ、言わんとしてることはわからないですね。そうっすね。はいはい、まあでも最強と歌われているガイルとかどうですか？ガイルはね、やっぱり、ほら、さっきも言ったように、同キャラ禁止、ができない中で、ガイル先に取られちゃったらもうどうしようもないと。間違えるだね。そうそうそう。要はその、ね、後ろの斜め後ろで待ってるだけで、たぶん時々ソニックブーム出して、飛んできたところをサマーソルトっていうね、もうとことん卑怯だね。ね、これ本当卑怯だよね、ガイル。でも間違えればもう本当に禁じ手というか、そのガイルを演じて、卑怯者って言われてしまうっていう。そうそうそう。まあ、ね、その、身内ルールというかね、その、自分の家とかでやるんだったらそのルールも通用するけど、知らない人同士だともうね、容赦なくガイル使われちゃうからね。そうそう。まあ、今度知らない人同士となると、この対戦台っていう概念が、ちょっと革新的だったよね。その、なんていうかその、ね、隣同士やるんじゃなくて、この台を向かい合わせて顔が見えない状態でやるから誰でもこう、ね、調整しやすかったって、くなったっていう。これって、これ革命なんだよね。100円台の場合だよね。でも50円台の場合は、本当に隣同士だから、ね。本当に気まずいよね。最後にこう、ジャックキック、バンバンバンってやって固めた後、バッて投げて、とどめ刺されたりすると、そのままなんか、ね、肘が飛んできたり。そうそう、リアルの格闘になってしまうっていう。そう、ラウンド3始まりますっていうね。そうそう、なんか、不良の集まるところにはなかなかこう、あった健全な、ありましたね。本当に強すぎるキャラクターでしたね、ガイルってのは。もう本当に一強だったよね。一強一強。で、これでさ、このスト2ダッシュっていうのはさ、この、各キャラのバランス、バランス調整がされて、ね、別のゲームっていうかそのアップデートしたっていうのは画期的だったんだよね。そうだね。現在につながるそのアップデートでゲームバランスを変えるっていうものの走りでもあるんですよね。だから俺これね、ダッシュ非常にそう画期的だったと思う。これでも俺さ、スーパーファミコン版、俺はスーファミ勢だったんだけど、スーパーファミコンを、で、やってなんかコマンドを入力すると、この色だけ変わるんだよ。緑と青のロゴに変わるんで、俺はこれダッシュも、にもできるんだと思って、わ、やったと思ったら、やっぱり視点の使えなくてめちゃくちゃがっかりした思い出があります。ロゴ変えてどうすんだお前っていう話です。で、結局、ターボが出るまで、四天王ってスーファミで使えなかったんだよね。
ああ、そうですね、スーファミはね、そうなんだよね。ほんとね、新さんを舐めましたね、私ね。まあそんな思いがなかなかキャラ説明だけで随分15分近く進んでますけど。いや、ほんとほんと。まあ次行きましょう。うん、中国のチュンリーですね。前回、セイントセイヤで出てきたシリュウの彼女はシュンレイです。シュンレイだけど、ね。チュンリーです。チュンリー、まあまあ中国読みなんだろうね。そうだね。うん。まあ、この頃ぐらいまでじゃないかな。いわゆる中国憲法って言えば、みんなが納得してくれたっていうさ、うん、特に通廃権とかさ、八極拳とか言わなくても、中国憲法って言ってしまえば、なんかなんとなくみんな納得してくれた時代っていうのは。そうね。みんなさ、これさ、ステージがさ、ほんと中国の下町でさ、みんなさ、チャリンコめっちゃ漕いでくるじゃん。なんか、本当90年代っていうより70年代の中国だよ、ね。ほんとこれね、いやまあ、ステージ周りも全部言えることなんだけど、これほんと、ステレオタイプな、ほんと、どっちかっていうとバカにしてんじゃないかっていう国をね、ぐらいの背景だよね、みんなね。まあまあまあ、そうですね。ほんとほんと、笑っちゃいますね。まあ、チュンリーはチュンリーで、やっぱスピードが速くてテクニカルなキャラだったんでね、私も割と最初の無印のスト2はチュンリーよく使ってましたね。まあ確かにバランス良かったんでね、身軽だしね。そう。うん。どうぞ。次はブランカ。ブランカってちょっとなんか、どうなんだろうな。なんていうかね、俺的にこの F0 の、なんかあれみたいな、ファイアースティングレイみたいなイメージなんだよね。このスピード。ちょっとごめん、わかんない。F0 やってないんだよ。あ、そう、ね、機体にね、なんか癖があって、やっぱりこのスピードに乗ったら速いんだけど、一回失速したらもう全然追いつけないみたいな。まあそうそう、いわゆるトリッキーなキャラクターだよね。うん。そういうなんか側面があるなっていう感じがしたね。なんか使いづらかった、ぶっちゃけ。ブランカは、ブランカが上手い人は総じて強かったね。うん、だってブランカで負けると本当に腹立つもんね。ブランカってでもローリングアタックっていう強制的に飛んでくる、回転しながら飛んでくる技ってあれ、ローリングアタック中に攻撃を与えるとカウンターに2倍ダメージを食らうっていうのがね、あれが良くない仕様でさ。だから本当に。あれうまく飛んできた瞬間、昇竜拳当てると6割ぐらい持ってったからね。確かに。あれで、昇竜拳決まった時にすげえスカッとしたもんね。ほれ見たことがブランカなんか使うからって思うもんね。なんかね、あったあった、ありましたね。まあ、そう、トリッキーなキャラクターでした。はい、次。ザンギエフですね。いや、ザンゲーフは、ほんと、実は最強でしょ。やっぱこの吸い込みザンゲーフでしょ、もう、そうスクリューパイルドライバーで、すげえ遠くからめっちゃ、当たり判定がすげえ広くなんだよね。パイルドライバー、前が512ドットっていうね、ラウンドワンファイトって言って、お互いが一歩前に出た瞬間、もう吸えるっていう。吸い込みね。そうそう、これこれもハイスコアガールの、このザンギエフのスクリューはね、初代の無印のみは3発だけで相手が倒せるんですよ。やっぱすごい、3分の1以上持っていけるってことだもんね。そう、ダッシュになってからは3発じゃ倒しきれなくなっちゃってね。やっぱ調整入ってんだね。ただし、ザンギエフ、最初のザンギエフって、とにかくガイルに対して10-0っていう相性が出る、ゲームストで出るぐらい、ガイルにはとことああ、確かにね。まあ、射程がね、そう、ソニックブームを垂直ジャンプでまずかわせないっていう、普通に垂直ジャンプしただけじゃ降りてきた瞬間、まだ残ってて、当たっちゃうってのと。ジャンプ飛んできた時には、そうそう。サマーソルトが当たって、返されてしまうっていうことで。そう、体がね、でかくてね、避けき、重くてね、ジャンプ力が弱いんだよね。そう、しかもダルシムと、まあ、後で説明するダルシムとザンギエフに関しては、サガットのタイガーショットっていう飛び道具、上段の飛び道具、しゃがんでてもダメージを食らってしまうっていうね、非常にひどい仕様なんですよ。そうそうそう。これ、このハイスコアガールのさ、このね、ヒロインの女の子が、このザンギエフ使いで、もうスクリューパイルでもう吸い込みまくるっていうのでね、なんか、地域で1位になるっていうて、ね、めちゃくちゃ面白かった。華奢な女の子が、ザンギエフ。ザンギ強いな。本当強いんだろうな。いや、本当にね、縦横無尽にね、華奢な女の子がザンギエフをね、使いまくるっていうのがね、面白かったんだよね、ギャップが。ザンギエ
ルはね、シリーズを重ねていくごとに、強みを増していったキャラクターなんでね。うん、最初の本当、一か八かの、スクリューの威力もひどかったけど、うん、後年、スト4とかスト5はちょっとわかんないけど、スト4の頃とかは本当に、嫌なキャラクターにまで育ってましたね。ね。これエンディングで、コサックダンスをさ、ゴルビーと踊るところは最高だったね。そうだね。ゴルバチョフ別にコサック出身じゃねえだろうと思うけど。まあ、その辺やっぱりこう、ステレオタイプ、ね。マジステレオタイプですね。面白いよね。やっぱこれさ、各国のさ、キャラクターが出てくるから、やっぱステレオタイプにならざるを得ないんだよね、きっとね。そうですね。しかも日本人がさ、作った勝手なイメージ作ってるからさ。でもこれがよう世界で受けたなって思うよね。まあ日本もね、かなりジャパネスクな色で作られてるから、うん、まあそうだよね。ただこれさ、海外版ってさ、ベガがさ、ベガって乙女座の星だからさ、なんかちょっと名前とあれが合わないってことで名前違うんだよね。ああ、バイソン将軍になってますね。そう。だ名前がさ、そう、ベガってな、ね、やっぱ弱いっていうか、ちょっとな、あれイメージ違ったんだろうね、きっとね。うんうん、まあ、あともう一つは、バイソンに対して、バイソンに対して、バイソンって名前は、タイソンに、ボクサーにつけちゃダメっていうことで、なんか、名前を入れ替えたっていう背景もあるんですよ。ああ、まあ、似すぎだから。っていうか、もうそのままマイク・タイソンだもんね、あいつ。まあ、似すぎどころか、そのまますぎて、笑っちゃうぐらいそのままだから、ね。そう。だから、ほんと四天王始まった時に、本当最初のバイソンのあまりの強さにちょっとどぎも抜かれたよね、一番最初やった時。ほんとだね、うん、なんか。いきなり突っ込んできて、ね、本当に。しかも威力が強いんだ、これが。そう、ドバーって出るじゃん、ゲージが。本当に、ね、本当。バイソンはでもね、タイミングよく足払いすれば、して波動拳やってればなんとかなるってイメージあったけど、バルログがね、どうにもできなかったんですよ、最初は。そう、あれ、プレイヤーでやるとさ、金網がないから、なんかちょっと壁を利用してひょーってやるだけなんだろうけど、これがさ、金網デスマッチになるとさ、動きがさ、もうわかんねえんだよ、マジで。どっから飛んでくるのか。張り付いてる間ね、かっこ悪いんだけど、その間攻撃できないからさ。なんかね、何やってんだよ、みたいな。で、どっちに飛んでくるかわかんないから、昇竜拳のコマンド、どっちに返せばいいのかがわかんなくてさ。そう、ほんとすごいね。ね、フライングバルセロナアタックで、またこれが結構減るんだ、地味に。そう、しかもさ、あれ、ね、リーチがめちゃくちゃ長いじゃん。爪があるから。そう。いや、ほんとに、よく挑戦されたキャラクターだなと思ったね、バルログもね。でね、前作のラスボスだったサガットですよ。いやーもうね、サガットは、マジで、手足の長い竜拳だから、もう、なんていうか、飛び道具もあるし、懐に飛び込もうならリーチも長いし、もう、唯一動きが呪いっていうだけだったね。さ、これ、超反応すぎてさ、こっちのなんだろう、十字コントローラーに合わせてタイガーバーガットが出てくんじゃねえかっていうぐらいさ、絶対飲んだ瞬間タイガーバーガットで殺されるって。タイガーバーガットの、タイガーアッパーカットの、なんていうか、打線の低いところからもう、なんつうの、射程距離の長さよ。そう。防ぎようがない。もう、ほんと絶対勝てないと思ったもん。本当に、サガットはきつかったなぁ。まあ、どれもこれもきついんだけどね、レベル上げると。もう、俺なんかもう、あれだもんね、タイガーって言ってんのが、もう、アイゴーって聞こえちゃってさ、何言ってたかわからんと思う。アイムーって聞こえてるけどね。もうみんな、アイムーって。もう人によって聞こえ方も違うって、なんかセミの鳴き声みたいな。タイガーではねえなって。なんでタイ人がタイガーなんだって話だったの。まあいいけど。まあそうなんです。最後は、あれですね、ケイトン物語の加藤ですよ。加藤やすね、安則少佐の、もうね。でもあれ、なぜタイで戦うのかって思ったけどね。いや、ベガ自体はタイ人って設定なんじゃないの？あ、それタイ人なの？だって顔、初期のベガは明らかに東洋チックな顔だった。まあ、顎割れてるもん。まあ、それずっと顎割れてる。顎割れてんのは別にアジア人に特有ではないから。でもあれだよね、鷹の爪の人と全部、絶対さ、ベガだよね、あれね。まあ。うん。ベガもね、ほら、ダッシュ以降で使うとさ、ダブルニープレスっていう技、あれため技だから連発できねえはずなのにさ。あれさ、
ゲームでやるとガン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 ってなんかこうなんか連続で蹴ってくるからさ、ちっともこっちがなんか反撃できないっていうさ。そう、あれは本当に削られてってあっという間に終わるよね。あのガンガンつってね、やられてね。あ、で、ただ、一番最初のスト2では確かあのダブルニープレスでは、あのガードしてたらダメージは受けなかったんですよ。まあ、とはいえ、まあまあ、その、なんか CPU 相手だったらあれなんだけど、これがさ、対戦できるようになるとさ、本当卑怯にな感じで。そうそう、だからそう、ね、ダッシュ以降はね、あの削れるからさ。うん。そう、それでコンピューター戦で、ま、あの、レベルマックスのベガと当たるとなんか、あの、ガードしてるだけでみる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 削られるっていうひどい。いや、もうそれで、もう最後、サイコクラッシャーアタックでやられたらドヤ顔ですよ、これ。ねえ、だからもうこれもサイコクラッシャーとかサイコとか言ってる時点でもうマジでこれもう本当に帝都対戦なんですよ。そうですね。加藤なんですよ。いや、なんでそこをラスボスにそいつを持ってきたっていう感じだけどね。ねえ、ちょっとその辺が謎なんだけど。なんか、ねえ、島田久作だよね。言ってみれば島田久作。ラスボスがタイってなんかすごいチョイスだよね、なんかね。まあ、でもなんかちょっと神秘的な感じがしていいよね。俺は嫌いじゃない。まあ、そういう意味ではね、うん、あの、アメリカとかだとベタすぎるしさ。あれなんだっけ、秘密結社、なんだっけ、シャドルー。シャドルーか。そうそう。ああ。これね、これ忘れもしませんよ。あのね、ファミリーコンピューターマガジンの91年ぐらいのね、あの、付録に書いてあったんだけど、うん、これね、今、どのネットで、どこで調べても全然出てこないんだけど、俺はこれ確実に見た。あの、手元にはないんだけど、うん、当時のその、攻略本というかさ、設定資料本にはね、あの、秘密結社シャドルーの構成人員2500人って書いてあったからね。へぇ、少ないね。2500人で世界知ってる。より少ねえじゃん。2500万人ならわかるよ。2500人じゃ厳しいだろう。厳しい厳しい。世界はちょっと。中小企業やね。もう本当にあの、ナチスなんか投稿を見ませんね。だからね、あの、よほどチブだったのか知らんけど、一切その設定がね、どんだけ探しても出てこない。間違いなく2500円くらいだったの。少な。まあそうっすね。まあ、こういった感じで、あの、こう、個性豊かなキャラクターが、もう縦横無尽に戦うやつなんですが、これってほんと画廊伝説が、バーチャファイターとか、その辺にもずっと受け継がれてるシステムがずっと、の、まあ、すっかく騒ぎだったっていう感じですね。まあそうだね。うん、本当にもう、これなくして、あの、90年代の格ゲーブームってのは間違いなくなかったでしょ。うんうん。これで93年にそのスーパーストリートファイター2っていうのができるんだけど、これってやっぱりその画廊伝説とかその SNK のとかの格闘ゲームに押されて個性的なやつが出てきちゃったんで、まあ、正直盛り上がらなかったんだよね。その有名な、ね、有力なゲームがたくさん出ちゃってたからね。まあ、そうですね。あの SNK がいろんなタイトルを出してたのに対して、カプコンがそこまでその、まだ93年ぐらいの頃っていうのはスト2から派生して、マーブルスーパーヒーローズとかもまだその時期じゃなかったからね。やっぱり押されてたっていうのはありますよ。うん、ただこの94年の4月にスーパーストリートファイター 2X っていうのでこれ号機が出てきたじゃん、号機。そうですね。これでまためちゃくちゃ盛り上がったよね。これ、しかも後にね、あの、使えるってことが分かってさ。うんうんうん。これも、これあの、ハイスコアガールで、この号機を使って、この、あの、日本一になるっていう描写があって、うん、よかったんです、ね。これね、あの、号機を選ぼうとして失敗するとさ、そう。あの、結構ダサい流カラーになって、我々当時、あの、光源氏カラーって呼んでたんですよ。これさ、これ、それも漫画の中であって、その中で、号機出すの失敗して、普通の竜になって、あっという間に負けるっていうことが。ダッサーとかみんなに言われてて。そういうのやっぱあったね。あったあった。あの、普段、当時はね、あの、各ボタンであの、カラーが変えられた分、竜で、あの号機失敗カラーになると、あ、こいつ号機失敗カラーになるっていうね。そうだそうだ。かっこ悪い。そうだね。うん。だから、まあ俺も前も言ったけど、そのスーファミ勢だったんだけど、まああれって、はいはい、なんつう、ゲームって、その100円払わなきゃいけなかったでしょ？ね、ワンプレイにさ。なんで、この、やっぱ1万円のゲームソフトは100回やれば元取れるなって思ってやって、もうね、貧乏コードで買ったんですが、もうコントローラーがいかんせん違うわけですよ。そうですね。だから、その、いわゆるその、ガチ勢っていうのっていうか、その、原理主義、ゲーセン勢にするともう邪道だって、まあ言われたっすよね、実際言われたんだけど。邪道、
まあ、それは、あの、地域によってそう。まあ、俺は納得しますよ。まあ、しょうがない。だけど、まあ、もう、俺もこれでしかできない。まあ、あの、なんつうの、レバーと、あの、でっけえボタンでもう全然できないんだよね。あー、なるほど。ただ、この間、俺、プレイステ4で、あの、ストリートファイター5買ったんだよね。買ったんだよ。で、もう、ほんと、二十何年ぶりにストリートファイターやったんだけど、で、まあ、結局、なんだかんだ30分くらいしかプレイしてないんですけど、買ったはいいが。なんでだよ。なんだけど、これって、手癖がそのまま、やっぱ、ちゃんと使えるんだよ。ああ。そう。で、グラフィックとかすげえ進化してて、3D とかになってんだけど、同じコマンドで同じ技出せるし、なんかちょっと操作感も同じでできるんで、いきなり結構勝てるんだよ。割と。ああ。おで、一応ね、その前に、十数年前にあの、スト4が出た時に、原点回帰したんですよ。うん、あの、キャラクターとか、スト3とかスト0の時にいろいろ出したんだけど、うん、ちょっとね、とっちらかっちゃった感があったらしくて、それでやはり原点回帰しましょうということで、あの、ストリートファイター2の頃のメンツを主要に、で、同じ技、まあ、プラスアルファなんだけど、うん、あの、スト2に原点回帰しようって言ってスト4を出したら大ブレイクしたっていう、そういう背景が、まあ、あるんですよね。そうなんだろうね。だから、その、なんか、ちゃんと調整されてるというか、まあ、それなんで、その、初見でやっても、なんか、その、コマンドを覚えてるから、いきなり勝利権も出せるし、当たるし、ちゃんとそれなりに勝てるんで、おわ、すっげえなと思って、面白いなと思って30分くらいやったね。なんで30分しかやってないそうなんですよね。まあまあまあなんですけど。まあでも、ストリートファイター2は、その、なんていうか、この、戦意高揚というか、音楽も良かったよね。そうだね。うん、もう、あの、未だに曲、口ずさめといえば口ずさめるし、うん、ね、聞いた瞬間、どのステージの、なんなら、どのタイトルの、どの曲か、あるいは、なんだろう、どの、ハードの、曲家すらもなんか当時は聞き分けられてたよ。ああ、そう、微妙な音質の違いでね。うん。確かにね。3DO とかで出てたからね。ああ、そう。そっか。いろいろ移植されてんだもんね。そう。まあ、まあ、これ音楽手掛けたのがこのアルフライラっていう、このカプコンのサウンドチームですね。これ女性を中心に結成された、まあ、バンドなんですけど。ああ、そうなんですね。そうそう。これほとんどの曲作曲したのは下村陽子さんっていう方で、この人カプコンからスクエアに行って聖剣伝説とか、そのうちスクエア行ってからね、キングダムハーツとかね、パラサイトイブとかね、まあスーパーマリオ RPG とかね、色作ってるんですよね。すごいね。おー、やっぱり、やっぱり、やっぱり、頃からなんていうかそのメロディーメーカーなのね、この方ね。あー、素晴らしい。そうそう、大阪のなんか音楽短大出たらしいんだけど。そう。で、俺イメージアルバム買ったんですよ。その高校ぐらいの時か。うんうん、その、まあ、アレンジアルバムっていうの、そのスーファミの音源じゃなくて、なんかちゃんとそのアルフライラがバンドとして演奏してるアルバム。あるんだね。買ったんだよ。で、アレンジバージョンしか入ってないんだけど、これがめちゃくちゃかっこよくて、いや、すごいな、いいなって思ったのは思い出すね。なるほど。うん。で、私これ、デスクトップミュージック高校生になってから始めて、まあ、ね、安さんも知ってると思いますが、はい、シンセサイザーで曲作ったりしてたんだけど、このアルバムからの影響めちゃくちゃ受けてて、もうほとんどパクってたね。このアルバムから、構成。そう、構成はパクりまくったなっていう思い出がありますね。なるほど。まあ、っていうね、私の音楽人生にも多く多大な影響を受けたし、ヤツさんも本当に人生を本当に、の、人生のうち数十万を本当に、吸い取られたっていう。いや、それはスト2だけですからね。他の類似タイトル含めたら、ちょっとね、なんか考えたくもない可能性があるんですけど。そう、なんで。可能性というか間違いなく突っ込んでるんですけど。まあまあ、そういうね、決して小さからざる影響を与えてくれた、まあ、タイトルということで。ということでね、我々にとって非常にこう人生によって宝物の、ゲームタイトルであるストリートファイター2のお話をしてまいりましたが、はい、もう駆け足で話しても全然足りないね。足りんね、うん、笑っちゃうぐらい時間かかっちゃったね、なんかね。なんだけど、まあもうこのジャケットにあります、このね、安田明さん、秋満さんは、まあまあ、ターン A ガンダムとか、ね、の、ね、イラストも手掛けてますが、もう本当に秋満さんの絵に、我々は勝手にインスピレーションを受けて、勝手に、まあまあ、二次創作までしないまでも、なんか、なんていうか、この画面上にある 2D のものを勝手に 3D に変換して、楽しんでたってことあるよね。そうですね、うん。やっぱり、その最初のこのデザインがね、うん、その後我々の脳内で、
無限のね、そうね、増殖変化を繰り返して、まあアニメ版でね、ね、小室哲哉の、また篠原涼子さんのね、愛しさと切なさと心強さとって、ね、ダブルミリオンだったりとかしてね、まあ社会現象になりましたけども、まああの曲も私は好きなんですが、まああの映画じゃ見てないんですけども。見ろや。そうなんですね。まあね。さら見直すほどかって言われるとちょっと厳しいです。そうだね。ただ、あれが映画、アニメになって動いてるっていうだけで、ちょっとやっぱ良かったんだろうね、きっとね。そうだね、見に行ったよ。うん、あ、行ったのか、すごいね。行った行った。あ、そう。うん。うん、まあ、機会があれば、そっちのアニメの方のレビューも別でやりたいなっていう感じですけども。まあ、やりました。ということで、ストリートファイター2の初期の話を、やつさんとしてまいりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。